どうもロコです。では今回こちらサイドストーリー、これは漆の女神でいいのかな、推奨レベル50ということで、かなりサイドストーリーでも難易度が高いステージに当たりますね。難易度は普通で、まだ推奨レベルに対してこの3人レベル35になってるんですけども、まあ頑張ってやっていこうかなと思います。それでは行きましょう。異界に女神が降臨した。絶世の美貌を誇るという噂だが、彼女は城にこもっているとのことだった。何としても彼女の顔を見たい、そう考えた豊臣秀吉は意外な人物の手を借りようとしていた。これは全然目星つかないんですよね。あと誰がいたかな。紹介、お前さんにいい話があるんじゃ。ある場所にそれはそれはありがたい神様が降臨なさったらしいで。それが、私は選ばれし人間、神の助けなど必要としていない。わっとる、お前さんは実力も才能もあるからな。じゃが今まで神の力を散々見てきたじゃろ。そんな力とお前さんの才が合わさればどうなる。なるほど、私も常々不満に思っていたところだ。なぜ私が腕輪の持ち主として選ばれないのか。そうじゃろそうじゃろ、じゃからわしと一緒に神のところへ行かんか。お前が神から力を授かる瞬間を見たいんじゃ。そういう話なら悪くないな。いいだろう、言ってやる。なんだかんだ紹介利用されるからね。そう来ると思っとったね。さすがは紹介じゃ。こいつは顔がいいから女神の受けもきっとええ。女に興味もなさそうだし、横取りされる心配もねえ。さらに腕も立つ。今回の仲間にうってつけじゃ。悪いな紹介、女神に会うためわしの策に乗ってもらうで。誰だろう女神。アテナはもうこちらにいるしね。勝利条件すべての敵武将の撃破。挑戦目標は、ちょっと全く目星つかないんで、あえて見ないようにしようか。あっちゃー、やっぱり男どもが集まってきたね。きっと女神の噂を聞きつけたんじゃな。どうか、各家のやつなんて完全に女神を口説く気じゃ。ニヤニヤしよってからね。あの何、敵対するのか。秀吉と、あなたも永遠に美しい女神に会いに。あぶない。一つの神じゃって。いいのかな紹介、各家が先に会っちゃって。やった。女神と共に美酒を楽しみたかったけど、諦めるしかなさそうだ。よっしゃ、強敵が一人減ったね。両党も来とったんか。両党どこだ。あいつはかなりの美男子、女神もなびきかねん。おお、麗しい女神はあそこか。逃げた狼どもに囲まれてかわいそうに。この秀吉が必ず救い出す。待っておれよ。あいた。一回嘘使ってみようかな。秀吉殿たちも見に来たのかい。あの城にいるっていう目。目上。あ、なあ紹介、妖刀が目上になってまうの。あいつを先に行かせていいか。なんだろう、全然わからんな。私の前にのみ広がっているのだから。もう帰れるんだね。かわいそうに。この腕曲がりを叶えたかったってのに。この腕、私と出世を競おうとは相手を間違えたな。お、なんだろうな。孫一のやつ、城の前に陣取りよって。ん、あーなるとテコでも動かんやつじゃから。孫一か。じゃあこのダッケの無双でも見ようかな。綺麗な姿で会いたいからの。紹介には悪いが、体張ってもらうと。行きます。おう、来たか秀吉。分かってるぜ、お前も俺と同じ世界一の目。紹介、
ラゴイチは世界一の傭兵、そして世界一出世にこだわる男じゃ。傭兵ごときがこの私の邪魔をしたこと後悔させてやる。解散するしかねえ。覚えてろ秀吉。いや全然わからん。マゴイチ、いつか必ず目合わせはする。しかもボーナスメンバーも皆が何かを言う前に、あの男が口を、この3人が全然わかんないんですよね。佐久まで来とったんか。ん、あいつは無自覚の女たらし。無自覚の女たらし。うん、ちょっとわかる気はする。ほら、あの男、どことなく芝生の子、家族の息子みたいな。それだけでは紹介は少々少し似とるわ。才能はあるが生きづらそうなところだからさあ息子スカオ、秀吉殿たちも花を探しに来たのですか。花？それにしては随分人が集まっているようですが。紹介、軍神の息子が現れたね。あお、いい辰の神様も気に入るじゃろうな。オッケー。栄達に必要なのは、あれ、まあ、倒せなかった。才能だ。なんだろうな。それを思い知らせてやる。よくわからないが、かかってくるなら相手になろう。ただ花を探しに来ただけなのに。ひどいのやってしまった。軍神も決してその立場に甘えた結果。お、なんだ、宝山城。お、あ、そういうことか。ごめんなさい。関作の友達が怒っとるで。あ、びっくりした。とっさにむせちゃった。あまりでもオーラがみなぎりすぎててびっくりした。それは栄達の。ん？それにしてもなぜ戦う必要が。ああ、もう最悪。こっちは何も悪いことしてないし。男には譲れもんがあるんじゃ。ヒサヒデ？ん？ヒサヒデ？相手に生命の神秘の研究を。ん？じゃあ行こうか。ダメじゃダメじゃ。よし行きますか。目の前で活躍されても悪くない気分。お前は特別だ。さてじゃあ倒しますか。おや？おい。の研究の見物か。お、かっこいい雇用真実。生涯こいつを城に入れたら神様がめちゃくちゃにされてまう。倒してくれ。一応倒しましたけど。あと誰があんなくだらんやつと集まっていた男どもは一掃したね。うん、これで。これで。はいはいはい。夢の五体目。ん？お、トータク。美しい女神とやらはどこじゃ。わしの主治肉林に加えてやるわ。じゃあもう一回。また厳しいのが来よったな。生涯。あ、やべ。ほら、栄達の神ではないのか。騙された、気づいちゃった。存在しているだけで目障り。さっさと消えてもらおう。前はね、オロチ2の時はトータク、あ、紹介はトータクを利用しようとしていたんだけどね。細切れにしてやるわ。大したやつだ。お前さんの力頼りにしとるで。なんか判定がおかしい。抵抗してみせろ。ほら、なんかこれ、この無双判定がおかしい時がある気がするけど、気のせいか。いた、ほら、おれ。あとは、あ、違う、あ、逃げちゃった。まあいいか。邪魔者はいなくなったね。ダッキーが普通に強いな。
義経も強いんだけど。活躍した甲斐があったわ。わしらに会いに来てくれるとは。おーい、わしのうるわしの女神、こっちだ。さあ誰？私を騙していたな、秀吉殿。あ、逃げてる逃げてる。お、あ、これは面白い。追っかけた追っかけた。私に無駄な時間を使わせるとは。帰らせてもらう。申し開きは後ほど聞こう。あ、止まった。あ、足止めた。女神に会いに行ったんだって。ん、うーん、超特大のお仕置きだよ。お、買い物した。お、配信。あ、あんな、あん、逃げてる逃げてる、面白い。待て、なぜ私まで逃げねばならん。あ、本当に動いてる動いてる。追ってこうか、このまま。あ、勝利条件変更。追いつく前に、あ、追いつく前にか、倒さなきゃいけないんだ。あ、絶対。あららら。覚悟してもらいます。急いで倒しますか。目の前で活躍されても悪くない。うん。結構ゴリゴリ移動して、結構早く倒さなきゃいけないな。美女に目移りするのは男のサガなんじゃ。それには分かりません。おねね様という立派な奥方がおられるのに。よし。危なかった。清正はネネのことになるとムキになるの。これはどうしたらいいんだろう。まあでも逃げてるんだよね。じゃあこのまま行っちゃっていいか。うん、このまま秀吉を追ってみよう。多分どうせ、あ、出たよね。じき、そりゃおネネ様も怒る。一緒に謝りに行くしかないでしょ。マジで。それは勘弁してくれ。ちゃって。わかりました。さて、まあでも結構余裕はまだあるね。これで、あ、逃げてる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 。あとは誰だか、あ、石田三成とかデイ君とかな。紹介、あ、いたいたいた。あ、ねね様も順調にこっち来てるね。任せておけ。で、このここいらで多分なんか出てくる。あ、なんもないか。あ、来た、やっぱり来たね。石田三成か。おねね様の命令です。秀吉様、観念してください。三成が武芸、あ、話せばわかる。敵将を討ち取ったり。助かった。これで、惜しいな、あと一歩で女神に会えるとこだったのに。大したやつじゃ。お前さんの力、これで終わりかな。終わり。なんだ？なんだ？ずいぶん日韓のある神でよかったじゃないか。あとはどうぞご自由。普通になしじゃろう。なんだ今の。はあ、散々な目にあったわ。噂を信じたわしがバカじゃった。まあ結局オチは何だったんだろうっていう。待ってたよお前様。ぎゅっ、ねね、あ、そんな怖い顔せんと。あれは冗談。わしの女神はねねしかおらんて。調子良すぎだよお前様。今日は大説教。うん、大大説教だからね。ねね、やめて。許してくれ。私を騙した罪を償ってもらおうと思ったが、あの様子では
その必要はなさそうだな。まったく、くだらんことに巻き込まれるのはもうたくさんだ。お、こんだけマジかじゃあこんな感じで終わりまして、あとは武将トークに移動しましょうか。あら、あなた地獄を見てきたような顔をしているのね別に俺は蘇生したわけではない。生きたまま似たようなものを見ているだけだ。だから手段を選ばない。何の話だあなたと同じような目をしたうつけが身近にいるのよ。ならわかるだろう。光の中を歩く者たちとは違う世界を見ている人間のことを。あなたけなげねその通り、否定はしない。そう、あなたもうつけだったのね。あなた小柄だけどとってもいい体、素敵、かっこいい。一番乗りのために鍛えてきたこの体、褒めていただけるとは恐縮です。え、そこ照れてもじもじするところじゃないの？意外それは失礼しました。ご期待に添えず恐縮です。ご期待にって、いやまた遊びましょう。じゃあねあれ、これでおしまい？もしかしてこれ何の会話？なんという速さですが、一番乗りは渡しません。次会った時はそれを伝えなくては。いやー、かいらし美男子はんや、一目見てうちすっかり好きになりました。えはよう連れていなんならお人やって。義経様、うちと一緒に出雲に追いやすいな。待ってくれ、俺には平家を滅ぼし源氏を再興するという悲願がある。そんな指示にかまけておれぬのだ。指示やなんて釣れないこと。男藩はやらねばならぬことがあるばっかり。そないに仕事やら使命やらがお好きなんどすか？恋やらないやら言うもんは突然やってくるもの、誰も決して逃れられまへん。何をしてても魂持っていかれてまいません。待ってくれ、やはりそうぐいぐい来られては。もし恋をするなら俺から始めたいのだやん、かいらしいこと。ほな、義経様にうちのこと口説いてもらいましょう。ほな、お願いします。ひーふのみ。え、は女性を口説、待ってますよって。ごゆっくり。